塩谷の綱は、下谷国塩屋群の武将。下谷国塩屋群の国人領主、巨城を川崎城とする塩谷秋綱の子として生まれる。欧英30年8月9日、主君である宇都宮持綱を狩猟に誘い、実国領である高岡の地で殺害する。これは、宇都宮氏の家徳相続の清掃に敗れた京綱が、これを恨み、 当時、宇都宮持綱と対立していた鎌倉久保を、足利持氏と通じて起こしたムーホンであった。この事件以降、宇都宮氏と塩谷氏は対立する。京綱は、事件の後、宇都宮氏の居城である、宇都宮城を勢力下に置いたが、影響10年に、宇都宮城を宇都宮東綱に奪還され、京綱の後ろ盾であった足利持氏が、 足利将軍家の家督相続争いに敗れ、影響11年2月10日に、影響の乱に敗れて自害し、鎌倉久保が事実上滅亡すると京綱の勢いは衰退していく。交渉2年、足利持氏の子重氏が、宇都宮城を放して落城させると、宇都宮東綱が、宇都宮城から落ち延び、その指名綱が重氏の擁立により宇都宮氏の,宮氏の家督を継ぐと、 宇都宮氏は、茂氏方となり、京綱の勢いも再びも理解したかのように見えたが、長六2年5月8日、宇都宮氏の計略により宇都宮城に入ったところを、襲われ、殺害される。この時、宇都宮東綱は、欧州白河にいて存命しており、反茂氏方として暗躍。またこの年、聖氏と対立する室町幕府が、新たな関東区房として、 足利正友を月光させており、これらの勢力の連携による計略により暗殺されたものと考えられている。去年53、京綱が宇都宮持綱を殺害したのは18歳の時であるが、この時、父の秋綱は34歳、祖父の光綱も53歳で健在であり、殺害の当事者は京綱であったことは間違いないが、 家督を継いでいたものとは考えがたく、主謀は父の秋綱、あるいは祖父の光綱であったと考えられている。家督を継いだ時期については、少なくとも祖父の光綱が没する文案5年3月28日以降、秋綱が没する京徳2年4月11日以前のことだと考えられているが、具体的には特定できない。川崎塩や放棄種実録。 塩谷氏の家臣である大沢氏の記録、大沢焼等では、没日を5月13日と記す。きつ川塩谷系府、塩谷朝秀の城、大沢焼秋田塩谷系府に基づく。ただし、系府によっては、竜綱の名が見えないものもある。川崎塩谷放棄種実録や、大沢焼などの記録によれば、文案3年8月3日に持綱が、塩谷領に攻めてきて破れ、 福岡で自害したと記しているが、持つ名の没年について、宇都宮市の経図をはじめとして、応援30年としており、文案3年とする一級資料は見当たらない。益子市の経図に、益子勝秀が、塩屋一族数年当選、影響10年塩屋敗しかも東津な19歳の事例、気上被宇都宮に、塩屋一族が敗れて、東高が宇都宮城に帰った。 と記されていることから、それまでの宇都宮城が、塩屋京綱の影響下に入っていたと考えられている。しかし、直接支配したのか、足利持氏が、宇都宮持綱の死後に、宇都宮家の家督を継がせた、宇都宮家綱を上司として、その貢献となっていたのかについては確証はない。ただし、きつ川塩屋警府には、宇都宮城を繋かれ居住と記されていることから、 直接支配していた可能性の方が高いと考えられている。川崎塩や放棄種実録や大沢焼等では、宇都宮城ではなく、宇都宮城から帰る途中の5月13日に、宇治家で襲われて殺害されたとする。ただし、塩谷市の経図では、宇都宮城内閣士と記し、京図名の没日を5月8日としている。秋田塩谷系府では、 京綱の京年を52としているが、経図では、少年を欧永13年、没年を長六2年と記しており、数え土詞では53歳であり、52とする狂年は、計算違いか5期であると考えられている。ただし、経図によっては、光綱が存在していないものもある。ただし、光綱の存在がない経図の場合、塩谷氏が途中で断絶してしまうことになるため、 そうした史実はなく、これらの経図についての信憑性は低いと考えられている。ありがとうございます。